ではアニアムシオニムです。今からアヤトに会いに行きます。今日はアヤトと多分神戸とかどこ行くかはまだ知らんけど、ちょっとどっか行くんでみんな見てくださいね。行きます。モーテルでうんたらって言うやん。あー、それはアメリカやろ。あ、アメリカも韓国ではない。アメリカはまたちゃう、ちょっと違うな。へー、アメリカでモーテルはあのモーターホテルもそういう感じで駐車できるホテルのことを。あー、ホテルじゃなくても。なるほどね。まあ一応そっか、ラブホも駐車できるホテルか。そうそうそう。何してるの？カメラ回ってる時にする話しちゃう。いや、世界の知識。シオンは歌声がね、いいと思うよ、俺は。あ、ありがとうございます。これって、プラッティングっていうのかな。プラッティング？うん、知ってる？わからない。なんか韓国で流行った言葉やけど、プラッティングは、うん、あの匂わせをするって感じ、相手に。何を匂わせられた俺は。あの、愛よ。なんで？俺、え？いやいや、うるさい。六甲山の発音なんなん？六甲山、山か。六甲山なん。六甲山。六甲山。六甲。うん。どうなんだろう。どっちでもいいんちゃう。六甲山。六甲山。あ、でも山か。山。六甲山にしよう。日本語知らんやん。じゃ六甲山です。じゃあ決めよう。まあ、懐かしいな。ここら辺のピアスショップに面接を応募してさ。で、なんかマスクつけてったら、うん、あの、じゃあマスクちょっと一瞬外してもらえますか？外して、うん、あ、オッケーですって言われて落ちてた。着、うん、いたー。ありがとうございました。うわこの時間全部閉まっとるやん。遅かったんかな。でもなんもないやん。北京ダック食ったことないね。北京ダックじゃこう、あ、何でもある店に一応行ってなんか食べようや。オッケー。食べ歩きじゃないのこういうのって。そう、じゃあ全部食べ歩き。うわ、フカヒレやって。フカヒレ今日はシオンのおごりだ。いいよ。いいんだ俺の。金あるんかお前。いや、あの好きな人に使おうぐらいはどう。普通はないけど。揚げ餅うまそう。じゃあこれから南京町を歩いていきます。はい、揚げ餅を食べよう。なんかこっちの店はちょっといいとこ、豪華っぽい。なんて書いてある。上海、上海飯店。上海飯店、シャング。店より食べ歩きじゃない、はい、こんなとこ。それはそう。でも食べ歩きなんか買う。ここで何がいい。揚げ餅。揚げ餅。俺はごま団、ごま団子で。エビ団子じゃなくていいの。え、俺海鮮食べられへん。あ、そうか。エビの方がうまい、ね。揚げ餅1個と、揚げ餅1個、あ、2個で。あ、2個、ごめんなさい、はい、はい、温めますね。はい、お願いします。俺、揚げ餅初めて食べる。え、俺も好きで。それはごま団子やった。ああ、あれもごま団子も好き。え、ごま団子食いたい。唐揚げでっか。200円これで。これも可愛い。リラクマちゃん全然ちゃう。あ、いや、手前ね。うん、確かに。え、でもなんか俺これ、これなんか見たことあるで、このキャラ。ひよこ。普通にひよこちゃん。いや、おるや、こんな。何やったっけ。あ、はい、ありがとうございます。400円ですか。はい、400円。はい、ちょっと、
ありがとうございます。高持ち食っていい？いいよ、全然。しゃ、どんな味やろ。なんかいつも食べてみたかって。え、ちょっとね、甘い感じ、うまいよ。めっちゃ日本っぽい見た目してるから。うん、こんな味なん？うん、美味しい。美味しい。なんか、何の味なんやろな、揚げ餅って。醤油？みたらし団子と違う？よりかは、しょっぱめ。みたらし団子は甘々やから。しょっぱくはないんじゃない、これ。え、でも、みたらし団子より甘くらい甘くなくなる。まあ、美味しい。うん、なんか甘さの中にどこかしらしょっぱさがあるって感じ。ラインナップ大体一緒やん。あっちに好きな小籠包の店あるけど、うん、多分しまってる。まあそうだろうな。好きな店があるぐらいここら辺来るんや。いや、心斎橋にもあるし、上田にもある。うん、チェーン店。チェーン店。ユンユンっていう店、知ってる？知らねえ。知らない。聞いたこともない。うまっ。美味しい。もうなくなっちゃった。はいや、いやもう2個しかなかったやん。俺まだちょっとだけある。あれだって意外とちょっとゆっくり食べるよな。まあ味わわな。美味しい。めっちゃお腹空いてるわけでもないし、味わってくれるぐらい。あ、これだ。ユンユン、この店だ。これ好きな店。あ、ことある気もするな。ユンユン、ワンちゃん、あれ好きやけど。1回だけ来た時で何食ったか覚えてないけど、うわ懐かしい。遠足かなんかで一回来た。遠足、うん、だってそれだいぶ10年前とかじゃない？え、そうよね、うん、それぐらい。でもそれ覚えてないんちゃう？いやいや、なんか覚えてるよ、これ。友達と回った。友達と？ギリ友達おったから。ごま団子と何食べる？あ、でも北京ダックあるね。じゃあ北京ダックでしょ。ああ、北京ダック出す。はい、2個。2個、はい、トミス出ましょう。ありがとうございます、はい、お願いします。セロネギ。ああ、はい、すごい、すげえ、こんなところで。ああ、ありがとうございます。シェイシェイやうまや。シェイ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 じゃなくてシェイシェイ。中国語できる？うん、できる。おいしそう。美味しそう。あ、いや、ちょっとグロいな。いや、写真では美味しくなさそう。こうやらないか。多分自分のカメラがちょっとあれ暗くなってる。こっちから光当たってるからさ、逆向いたら綺麗なんじゃ。うん、ごめん、嘘ついた。じゃーん、じゃんして、じゃん、じゃん、じゃん、わかる？そう、おぉ、いきます。どうぞ。うん、みんなパリパリなんや。何を食べてんやろ。キャベツ？何やろ。でも味噌の味するわね。まだ肉食べてない。なんか俺皮みたいなの食った気がする。あの鶏の皮。うわ、なんか好き嫌い人によって分かれそうな味やな、これ。うん、まだ野菜しか食べてない。なんか癖は強い。まあ俺は好きかな。あれと嫌いなものある？ないよ。うん、なさそう。なんか変な筋みたいなのいっぱい入ってる。ほぼキュウリ。うまい。ほぼキュウリしかない。いや、味噌って日本のものやと思ってた。日本じゃない？韓国味噌もあるけど味違うからね。南京町これで終わり？狭くね。横浜めっちゃでかいけど狭いな。多分全部閉まってるからもっと狭く感じるんじゃない？まあ確かに。でも十字路しかないよね、結局。うん、こっち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 。こっち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 。
ほほど食べづらい。うん、しかもなんかもう下の方草しかないねんけど、今最後の部分食べてるけど、うん、あの緑の味しかしない。あ、もう味噌は上にかかってるもんね。うん、2人とも派手亀やってるのにちゃんと黒亀なんて、ちょっと珍しいな。全然漏れてないな。あ、北京ダックはもういいな。これ小籠包食べたいんやけど。あ、いいやん、食いたい。あるんかな、こっちであるんかな。ありそうよ。小籠包でお願いします。小籠包、はい、500円ですね。はい、何やったっけ。これで三面取り。自撮りってなったらまた違うな。カメラが違うからじゃない。全然光がないから漏れてないな。なんでこっちは漏れるんやろ。 iPhone15 プロやから。ちゃうで、そんな関係ないで。まあでもありそう。内カメの精度って高い。ちょっとあのレンズが変わったんちゃう。え、黒じゃない。あ、黒、あ、黒、あ、光でちょっと違った。いやもうね、ちょっと落ちてるやろ。うん、だと思った。ちょっと茶髪っていうか、茶髪というか、チップ茶髪というか、一緒撮ってみるね、一回。3、2、1何がめっちゃいいやん。いい感じやん。めっちゃおもろい。影強いけど。ごめん、ショロンポ持ってくるから待っといて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、てか普通のショロンポやんや。俺焼きショロンポが欲しかった。今普通のが一番いいやん。焼きショロンポが美味しいんだ。全然俺あれが気になってこんなん食ってられへんねんけど。そう、10分じゃないんじゃない。え、全然あれじゃない。どうそうなん。10分からすごい。ああ暑そう、暑そう。こんなすぐ壊れへんよ。俺が試してみるわ。 OK。 お蕎麦または喫煙可能な飲食店内にてお願いいたします。露店で販売しております飲食物の容器や箸などのゴミはお買い上げいただきました店舗で回収いたします。怖い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 。暑いね。でも暑いね。ご弁当でも今日食べたやつで一番多いです。必ずお買い上げ店舗までお戻しください。暑そうで食えません。また塔の中央や建物どこは薄い食べるんだよ。通行や店舗への出ました。ダンスオルドリー。男女差別でございます。これが韓国の実態です。釜山人は普通に食べるんだよ。あ、釜山の人の実態ということで。チラシやビラ配りは禁止しております。極端な呼び込みや客室行為、うん、おいしい、うまい、熱ない、うん、十分ご注意くださいますようお願いいたします。南京町広場から海側へ下り、暑いからな、ちょっとかじって10時からちょっとだけかじってこうやって冷ます。週末と中が一番暑いね。8時30分まで開催しておりますので、どうぞご利用くださいませ。本日誠にありがとうございます。どうぞごゆっくりお楽しみください。水餃子とか小籠包とかは噛んだら中から汁出てくるよ。それが怖い。熱い汁のパーッと来られたら。でもこの方はまだマシだけど、焼き小籠包とかはちょっとかじる自体でちょっと出るからやばい。誰か待ってるんじゃない。いやでも、ベッドなの。一つも動いてないから一つじゃないかもしれん。え、あなたには見えてるとかに。にしては堂々としすぎじゃん。なんか2回目見た時には消えてほしいよ、それだから。いやいや、ずっと無理。
ジバックえ、なんだあれは汁飲む？いやいや、飲まんわ。飲んで飲みや飲むよ、そっ止められた。行ってみる、あれ、うん、あれ行こう、冒険。何を、あれ、あれ何、人生は冒険や。何を、あれ、いや、分からへん。ここ？え？全然人じゃない。どこ？え？誰かおるん？え、全然人じゃない、むしろポスト幽霊に、あれじゃん、あの幽霊を勘違えてるんじゃん。え、これ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 何？これ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 、それ人って見たってこと？え、マジで人見えるから、ちょっと、ちょっと、ちょっと、なんや、位置が違うかったんかもしれない。俺がおった位置からはもう人でしかなかった。俺はずっとこれに言ってるかと思ったんや。これに言ってるかと思ったんや。それじゃないで。おかしいです。ここ座ってたやろ。いや、こっちじゃねえよ。こっちに座ったよ。めっちゃ人じゃない。いや。なんか下がちょうどチャリで見えへんからさ、うん、なんかあそこ、あれが頭で。しかもちょうどさ、なんかポストの上のところがさ、いや、なんかスネ夫みたいな。スネ夫、いや、さ、スネ夫やったらもっとヒットじゃないやん。女の人みたいなさ、こう前髪あって、ここが顔で、いや、で、こう服がちょっと盛り上がってるみたいに見えんねん。そんなことありません。じゃあ見てて。見えへんって、見てるって。拡大してみて。これです、皆さん。人にしか見えへん。まあ目がちょっと乾いてんのもあると思うけど。っていうおかしい人でした。お腹すいた。わかる。なんかちょこちょこ食べたらもっとお腹すくよ、ね。お腹すいた。この前やたらオムライス食ったからもうお腹が容量空いてしゃあない。胃袋膨らんだ。え、俺全部それ食べれるで。何個やったそれ？いや、俺は4個。4個。うん。俺何個作った全部ね。8やけど。うん。半分あるわ。ああ、俺8個全部食べれる。無理やで。いけるで。いやいや、いけたらどうする？いけたら出る。確かに。スパイダーマンなんかあるわ。スパイダーマン、うん、それスパイダーマン。唐揚げ、春巻き、ごま団子どうぞ。スパイダーマン看板の横にスパイダーマンあるやん。あっち、ああ、こっちか。南にいっぱいおるよ、スパイダーマン。なんであるんやろ。あの、引っ掛け橋の上に行ってそれ本物やん。違うやろ。それ本物やん。偽物だろ。本物やで、その人。どうする、もうなんか店に入って食べる。全然楽しいね、食べ歩き。じゃあこっちでなんか頼もうよ、いっぱいなんかあるし。こっちにしようか。何あれ、イカ。イカでも食べるの大変そう。ちょっとちっちゃいやついっぱい食べたい。俺は唐揚げにしようかな。唐揚げ？こんなとこ来て。チーズドッグあんで。いや、それこそこんなとこ来て。間違いない。私、韓国人。うわ。あと何する？ごま団子欲しいけど、でもこの串のタイプに絶対食べにくいから。じゃあ、俺も唐揚げで。こんなとこで200円やし。すいません、唐揚げ2個お願いします。はい、ちょっと持って。うん、あ、多い、メイクが多い。うまや。え、全然違うねんけど。あ、はい、もらって。でかいやつ。イエーイ。あ、おめでとう。ひへーですけど持って。冷たいんですけど、でも味はうまい。まあ200円にしてはなんか美味しいけど、上の歯が先に壊れそうな気分。キシキシでは。
でも俺貧乏時代からこんななんか雑な味が一番美味しい。多分まだ若いから食べれるけど、おじいさんはちょっと難しい。そんなに変わらない。チンしたらまだマシになりそう。なあ、何でこんな冷たいやつ買ってたんだ。やりた？そっから選んで店員に渡したらチンしてくれるみたいなのじゃなかった？持って行ってって言われたもん。じゃダメだ。農具しか言ってない。美味しいよ、とても美味しいよ。あ、なんで噛んだ。何を？唇。振ってみる。いったなんか一回噛んだとこもう一回噛んだ。これ絶対口内炎になる。最悪。救急車呼ぶ？救急車呼ぶ？呼んでほしい。何番やったっけ？1110やったっけ？お前の携帯はここやん。ポケット見てたけど、よう食べんな。もう唐揚げとかさ、俺揚げ物の、なんか肉が入ってないカリカリのとこ好きやん、端っこの皮。好きやけど硬すぎ。落としやがった。ちょっと持って。拾って食うようです。あ、店員さんが全部見てたかわからんけど、これが来たらめっちゃ笑ってる。ゴミ箱ありますかって言っても笑うしかしないから、これが捨ててきて中入ってったもんな。こっち、あ、こっちだった。これ違う店で捨てた。これ違う店に捨てた。ヤクラ、これ違う店で捨てた。あ、そういうことか。そういうことか。ごめんなさい。なんかどこも一緒に見えるような商品。分かんない、そんなの。なんかめっちゃガチャガチャ。プリクラあるやん。プリクラ撮る？え、いいやん。プリクラ撮ろう。閉まるんちゃう、この感じ。いや、入ってみよう。まだ？入ってみよう。シオンは判断感わかる？わかるよ。あんま好きではない。来たんちよ、厳しいね。いや。あ、これ中や。やばい。ちょっと声がなあかん。俺ラインここまで。こうやるから俺。こうやらなあかん。こうや。あ、そう。しかも二人ともな。ほら、いや、いろいろいいじゃん。まあ別に何でもいいけど、ここまで出てこへんかったらリングライトで漏れへんねん。ああ、明るくしたらいいじゃね。まあそれは下がってもいい。まあでもこれぐらいがいいじゃん。 OK、 撮影ボタンめっちゃ揺れるわ。いやー、足が痛い。最後の食べ物
何餅団子何ごま団子ごま団子食べます。うん、サクサクや、おいしい。団子系うまい、冷めててもうまい。うん、うまっ。でもこれ開けてるから、ね、揚げてるからうまい。なんか聞いたことあるけど、うん、ゴムも揚げたら美味しいってこと。ゴム、うん、その輪ゴムってこと。うん、だから揚げたら何でも美味しいらしい。まあそうだよな、だって芋がうまいもん。あ、芋がうまいか。普通に うまいだって野菜やで芋なんか言うから。え、俺ニラとかアスパラガス好きやけど。では一応車に戻ります。バイバイ。今はもう価値観固まってるからあれかもしれんけど、まあ、小学生ぐらいでさ、え、私あの子嫌いやねって言ったら、確かに私も嫌いかもってなるやん。食べ物それじゃない。なんでそれになるの。いや、それ食感とそれとちゃうって。みんなが食感食感言うから、私この食感がもしかしたら嫌いなんかもしれへんって。チョコミント好き？チョコミント甘く食べる。え、それ食べた時に好きやったら良くなかった？食べたことない。食べたことない？食べたことない。マジ？え？